10月28日、連合の吉野裕子会長は会見の冒頭で、衆院選の結果について、連合が推薦した候補者の当選結果を報告した。それによれば、推薦した204名の内小選挙区で100名、比例区で49名の、計149名が当選した。政党の内訳は、立憲民主党が171名中125名。 国民民主党が29名中22名、社民党が2名中1名、無所属が2名中1名という。そして立憲と共産の関係について、吉野氏は候補者調整をしたり、共に戦ったりした過去の結果を見ると、共同しなくてもやはり勝てると言い切った。今、この発言が物議を醸しているという。政治担当記者が語る。 立憲の議席が大幅に増えた要因の一つに自民党の裏金問題の追及が挙げられます。この問題は共産党の機関紙である新聞赤旗日曜版が自民党の派閥パーティー権収入に関し政治資金収支報告書への不記載があることを報じたことがきっかけで発覚しました。また新聞赤旗は総選挙直前の10月23日に 自民党が裏金非公認候補8人にそれぞれ2000万円を振り込んでいたことをスクープしたためさらに多くの票が自民党から野党系候補に流れたと見られていますそうした背景から SNS 上では共産党を軽視する吉野会長に批判が相次いでいます X では吉野会長の共産党と共闘しなくても勝てる発言に対して次のような 厳しいい指摘がなされている。連合の会長って赤旗の一連の自民党、裏金スクープ知らないの目を閉じて知らないふりをしてんだろうな。ここまで現実を見ないリーダーって何この組織大丈夫かマジで。無理です。裏金をスクープしたのは赤旗。2000万円をスクープしたのも赤旗。立憲が躍進したのは共産党のおかげでしょ。 共産党に感謝すべきところ、まさに黄顔無知、躍進ではなく、棚ぼた、赤旗の裏金報道のおかげ、まともな市民は知っている赤旗の功績は大きいと、このような人物をいさめることができないという点も、立憲の良識を疑う。全然違うよ。権力を監視するジャーナリズムの勝利だよ。ありがとう新聞赤旗。バカじゃねえの。 自民党と維新の自爆で票が回ってきただけやん。共闘した宮城県見てないんか外役でしかないか。事実、宮城県内の5つの選挙区では、立憲と共産の選挙協力が行われた。1区、2区、3区、4区については、立憲民主党の候補者が当選し、いずれにも共産党は候補者を立てていない。5区は、立憲が候補者を立てず、共産党の候補者が出馬したが、 自民党の小野寺一野利氏が当選した去る7月の都知事選では元立憲参院議員の蓮舫氏が敗北そのことについて吉野氏はこう語っていた蓮舫さんは共産党からの候補者のように見えてしまっていた少し共産党が前面に出すぎていたということで逃げてしまった票もあったのではないかこれには共産党の小池晃初期局長も 共産のせいにさえすれば何でも通用するという非常にレベルの低い発言だと反発していた前室の記者が言う都知事選での敗北を共産党のせいにし今回の総選挙での勝利をあくまで自分たちの努力の結果とするのはあまりにも都合が良すぎるのではないでしょうかすべてを自分たちの手柄にしようとする吉野氏の 精神では、いつか少数政党からしっ返しを受けるかもしれない。以下は、ネット上の意見をまとめたものです。私、昔、昔労働組合員でした。ドルショック、オイルショックを経験して、ペイオフ経験して、労使交渉の結果、週休2日制で、給料は約80%支給、希望退職者の募集で乗り切ったことを思い出す。 その時はみんな苦しかったけどパートさんを切ることはなかった組合の支部長はみんな同じ仕事してるから正社員もパートさんも一緒に頑張ろうと言っていたし理解も求めていた今は政府や経営者側にすりより派遣社員やパートさんなどを景気の良い時は使い倒し景気が悪くなると自分たちのセーフティーネットとして切りまくっているのが 連合合の労働組合今は労働組合と無縁だからよく見える労働組合の頭というか連合の幹部は自分たちを守るため非正規の全労働者を救わずに切り捨てるその頭が吉野やっぱり嫌な世の中にまっしぐらに突き進んでいるな今回議席を伸ばしたとはいえそれでも自民党に負けてるんですよ今回ほど風が吹くことなんて 早々ない中での43議席差が現実国民足しても自民党にも負けている状況で野党が揉めてどうするまた弱小野党に逆戻りですか本気で与党になる気なら勝って兜の糸口を閉めた方がいい野田さんの後を引き継げるような人材が立憲にはまだいないそりゃ旧社会党の流れを汲む連合と共産党は ももとと仲は良くなかかったですから民主リベラル主義と左翼ナショナリズムという思想的にも相いれませんし今の状態は政治的影響力を持つためなら旧的自民党とでも対話し支持政党が分裂してしまった連合と判定国資本主義で先鋭化した共産党という状態ですので社協共同が本格化するのは難しいかなと思います。 吉野会長はかねてから共産主義を理念の中心に置く共産党とは一線を画してきましたこの記事で共産党のスクープで勝てたと騒いでいるのはおそらく共産党に近い方々だと思いますがそれ以前から裏金問題は露見していましたそもそも前回の選挙で立憲民主党は連合に支援してもらいながら共産党と共闘しましたので 連合の顔に泥を塗った形ですこの記事は連合を揺さぶって立憲民主が共産党と連携することを認めさせるた,ための共産党および社会主義海外勢力の情報戦の一つでしょう国民民主党は筋を通す政党ですのでこのような軽率な揺さぶりに負けずこれまでの是々非の立場を貫いていただきたい そもそも今の日本の勤労者の給与が世界的にも低水準のままで全然増えず若者の貧困や少子化が進んだ原因はリーマンショック後に自民党や右巻メディアが国際競争力低下を危惧する経済界の尻馬に乗って非正規雇用の拡大や賃上げ無用論、春闘不要論を展開したのに労働側が対抗できずにずるずる認めてしまったことにある。 それなのに連合はその責任を取ることもその後に巻き返しを図ることもせず雇用の確保を言い訳にしてひたすら経営者側との協調路線を取り続けさらに安倍政権下に至っては政府に企業への賃上げ圧力をかけてくれるように懇願するような低堕落に陥ってしまったその結果若者の間では給与とは自ら雇用者側と交渉して戦って勝ち取るものではなくて 政府や経営者の温情でありがたくおしいただくものであるかのような認識を植え付けられている。連合は一刻も早く労働者側の利益実現に尽力するという原点に戻るべきだよ。連合参加の自治労組合委員です。組合費払っているだけだが、この人が会長になってから組合費払うのも嫌で、組合脱回しようかなと常々考える。 来年度は定年延長で給料も下がるし組合費が負担になるからいい機会です大体組合の幹部専従になる人って本来の業務をまともにできないやつばかりで権利ばかり主張する仕事もきちんとやる人は組合役員になっても管理職に昇進するから組合から抜けてしまうそもそも連合が正規労働者の労働条件ばかり守ろうとするから 非正規労働者の給与が上がらない貧富の差が開いたことについて連合の責任は大きいと思うが吉野会長にそういう認識はあるのかな連合吉野会長はことさら共産党を敵視し非難しているけど連合って何をする組織なのかな連合って労働組合じゃないのかな労働組合の目的は労働者の 賃金労働条件の向上でしょう。そのためには、資本家や経営者、時の権力とか目的の達成を阻害しようとする、ものと対峙し団結し戦うことが必要でしょう。政治的に言えば、自民党と対峙することでしょう。それなのに、自民党とは仲良しっこ良しして、共産党は敵視する、違うんじゃないかな。今の日本の労働者が低賃金。 労働過重による生活苦に置かれている状況を作ったのは連合の不甲斐なさが大きく関わっている連合幹部は多くの自民党議員と同じように労働者の利益を考えるのではなく私腹を肥やすことに没頭している「もう連合なんて労働組合の体をなさないただの親睦団体は解散すべきよな」少なくとも この吉野という労働者性が全くない会長は引き、辞めさせるべき。